はい、俺たまごです。全然海に出れなくて、なのでちょっと近くにね、いいスーパーがあるんで買い物に行っていきたいと思います。では、行ってきます。はい、じゃあね、さすがに許可とか何も取ってなかったんで、声はアフレコです。このタイね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。洋食台なんですけどね、ここのスーパーの洋食台めちゃめちゃ美味しい。で、あ、このあんこがね、めちゃめちゃ安かったですね。2人前で700円。めちゃめちゃ安かった。あとこのカニも、ボイルしてあったんですけど、2匹で3000円かな。めっちゃ安かった。で、このサバ、これを結局買うんですけど、木寿司 OK で500円。もう腹パンパンやったんでね、これはもう目つけましたね。アジもね、買おうか迷ったんですけど、まあサバ買うしやめよう思って。あんでこれタラコの元ですね。タラコ作ろう思ったんですけどね、年末買った時より倍ぐらいの値段したんで、ちょっとやめました。で、このナマコですね。これも安かったんで買いました。500円。赤ナマコ500円も安いですね。鈴木さん、美味しそうでしたね。まあ、奥にいるのはコチで、天然鯛で、全部美味しそうやったんですけど、まあ今回はサバがお買い得やったんでね。毛ガニ6000円、まあまあですね。ズワイガニは安かったですね。今年はカニ高いらしいです。で、ハガツオ、これもめちゃめちゃ美味しいですよ。いつかね、釣って動画撮りたいですね、ハガツオ。ってことで、帰りました。ただいまということでですね、いいサバがあったんでね、買ってきました。これね、まあ、500円で、かなり極太なんですよ。まあ、缶サバって書いてましたけど、木寿司でいけるみたいなんで、今日これ木寿司と、まあ、キズシがシメサワですね。シメサワと炙りシメサワ、今日はこうやっていこうと思います。で、今日はやらないですけどね、次の動画でナマコ、赤ナマコ、これもね、結構鮮度のいい感じで、もうこれも500円。このワタがね、結構入ってたら、このワタも作ろうと思います。ナマコスとこのワタ、あ、まあ、あんまり入ってないと思うんでね、あったら、まあこれは次回ですね、やろうと思います。ということで、今日はシメサワやっていきます。僕のチャンネルは釣ってきた魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいていいなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では早速やっていきます。はい、ではやっていきます。まずはですね、まあさばといえどね、多少鱗があるんで、こうやってね、包丁で軽く撫でてください。まあスーパーのさばはほとんど取れてるけど、鱗の残ってるそばは鮮度めちゃめちゃいいですね。うん、皆無。イラと内臓を取っていくんですけど、頭から落としましょうか。で、お腹ですね。ちょっと凍っとるな、大丈夫か。はい、では水洗いしていきます。はい、では水洗いができました。下ろしていきます。まず釜を落とします。まあサバとか青もんですね、僕やるときいつも言ってるんですけど、三枚おろしはね、まあ、特にサバで練習するのがうまくなります。結構難しいんですよ、サバって。骨の構造単純なんですけど、見割れがしやすいんでね。まず、皮ですね、1枚。で、骨に沿って、中骨まで出ていく。で、反対側ですね。皮1枚。で、中骨に、骨に沿ってですね、中骨まで入れて、で尻尾からズバッと、反対側は背中からです。こっちがちょっと難しいですね。まず皮一枚、ここは一緒ですね。で、ちょっとこう身を軽くこう起こしてあげて、骨を感じながらですね、ここは一緒です。で、中骨まで、よいしょ。で、腹側、皮一枚で、骨を感じながら、中骨まで、
で、ズバッとちょっと寄せますね。で、3枚おろしですね。油乗ってますわ。で、腹骨をすきます。薄くね。いい油しとる、ほんまに。で、膜も取ってきます。で、サバの場合血合い骨は抜きましょう。若干半ゴリラがすげえ気になる。大丈夫かな。サバの場合っていうか、しめサバにするときはですね、お作りするときとかは柵取りで血合い骨取ってもらっていいと思います。左手で骨の位置を確認して、右手で抜く感じですね。で、ここまで来たら塩を当てます。あ、先に、そうや、今こっち当ててしまったからあれやけど、この時点で目視でアニサキスがいないか、まあ、白いビューっとしたやつですね。で、多いのはここと、あとこの辺、まあ、内臓に近いところですね、に多いです。特にこうやってね、死んでから内臓が入ってる状態の時はね、内臓からどんどん動きおるんで、筋肉に向かって。目視ですね、アニサキスは見えるんだよね、ちゃんと。まだアニサキス当たったことないですけど、きついらしいですからね。で、当然身の厚いところは塩しっかり、身の薄いところは塩薄くですね。で、この状態でですね、1時間置きたいかな。結構僕は半日ぐらい置きます。塩が余った方がしめさばがうまいですね。置いていきます。はい、では1時間ぐらいですね、経ちました。まあ、こんな感じでちょっと水も出てきてね、いい感じに塩が回ってます。次ね、締めていくわけなんですけど、まず、まあ、文面の力です。出し1に対して数ですね、を1で、薄口としてみりんですね、を0.1 ずつ、まあ、好みでね、鷹の爪とか入れてくれたらいいと思います。でちょっとね、この丸々1匹入るタッパーがなかったんで、これちょっと切ります。半分に、よいしょ、切っ。そうですね、これでまあ30分か1時間様子見て、僕はねレア気味な締めが好きなんで、30分か1時間ぐらいで様子見て、もう食べれそうやったらそれで食べたいと思います。で、しっかりめにつけたい人は長時間つけてもらったらいいと思いますし、ではまだ締まるところまでワープします。はい、では今1時間ぐらい経ちました。出していきたいと思います。で、どうしようかな。こっちは炙りましょうか、腹んとこで。炙りの方は皮をついたまま切り出します。まあ、こんな感じでかなりレアですね、表面だけって感じ。このまま炙らない方線は皮をめくります。で、しめさはね結構簡単にね皮めくれるんで、こう、この鼻のとこだけねちょっとひっついてきおるんで、しっかりちょっと手でフォローして、はい、綺麗に取れます。
じゃあ振りまーす。はい、ではしめ鯖の完成です。食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。うまそう。まず生の炙ってない方からいきましょうか。生姜でいただきます。うまい。脂乗ってますね。めっちゃ美味しい。ちょっと半氷やったから心配してたんですけどね。しっかり歯応えもあって美味しい。炙りの方にも行きましょう。今度わさびでね。いただきます。焼き魚って皮がパリッとしてるからうまいじゃないですか。炙りたてなんで皮がパリッとしててなのにしめ鯖でめっちゃ美味しいです。うわー最高やな。僕こんだけお作り食べてますけど、サバが一番好きなんですよ。生のお作りでは。で、まあ、しめ鯖も当然好きなんですけど、だから生食できるサバがあったら必ず買います。で、釣ったサバも必ず生食は絶対しますぐらい好きなんですけど、いやーうまいな。この寒い時期のサバほんまにうまいっすね。脂がすごい。うし、ではこの脂を流しちゃいたいと思います。逃げ取ります。はい、ごちそうさまでした。最高でした。美味しかったっす。まあ、しめ鯖工程はめちゃめちゃ簡単なんですけど、まあ、ポイントはまず下処理の段階でアニサキスがいないかを目視で確認する。で、あと塩で締めるのがやっぱ大事ですね。そのままこう酢につけちゃうとどうしてもブヨブヨしちゃうんで、一回キュッと身を引き締めるためにも、あとこう味を引き出すためにも塩で一回30分か1時間置いとく。まあ半日ぐらい置いてても全然問題ないです。だしと酢ですね。ここが1対1。まあ昆布とか入れてやられてもいいんですけどね。僕はまあ文明の利器を使っちゃうんですけど。に、薄口とみりんが 0.1 ずつですね。で、僕、レア気味に仕上げるのが好きなんで、だしで割るんですけど、しっかり締めたいとはもう、数100%で言ってもらっても別に問題はないです。そういう締めさも中にはあります。まあやり方自由なんですけどね。とにかく美味しく食べればいいかなと。で、バーナーとかもしくはね、直火でこう駆使させて、とりあえず皮目炙って食べてもらうのもすごいおすすめです。皮目炙るときは皮は取らないでね。で、炙らないときは皮は取ってくださいね。うん。まあそんな感じかな。ちょっとね、やっぱり海が荒れててね、なかなか釣りに行けてないんですけど、そういう時はこういう感じで、まあ、食材見つけて、買ってね、やっていきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。